聖ヨハネ淳司教座聖堂聖堂内部聖ヨハネ淳司教座聖堂はマルタ・バレッタにあるカトリック教会の聖堂。1573年から1578年にかけマルタ騎士団によって建てられた。1572年、騎士団総長ジャンドラ・カシエールが聖ヨハネ騎士団の修道会教会堂として建設を命じたことによる。 1565年のマルタ大法以前、終結後直ちに建設が始められたため、かつての軍事要塞の名残を残している。外観は、マルタ石の名で知られる、マルタ島産の石灰岩を使用している。バロック様式の内装は、カラブリア出身のマルタ騎士団員で画家のマッティア、プレッティの手によるものが大部分を占めている。プレッティは成功に刻まれた石の壁を設計し、 ボールと天井と祭壇の両側を西ヨハネの生涯を描いた絵画で埋め尽くした。教会の本堂には重要な騎士たちが眠る大理石でできた墓石が並んでいる。最重要の騎士たちは教会の全面近くに埋葬されている。これらの墓石は豊かな装飾がなされ、石の下に埋葬されている騎士の似姿と同様にその紋章が掘られ、 時には戦争の物語を記している。聖堂内の礼拝堂は、騎士団を構成した騎士が八個と五個との騎士官に分けられていたのに習い八つあり、それぞれの守護聖人に剣道されている。奨礼拝堂に展示されている絵画、カラバッチを咲く、洗礼者、ヨハネの残手は、教会内で最も有名な作品である。カラバッチオの傑作の一つで、 画家本人の署名がされた唯一の作品である。この聖堂はもともと騎士修道会である聖ヨハネ騎士団付属の聖堂であり、マルタ大司教座に属するものではなかった。時を経て、聖ヨハネ騎士団の聖堂は、イムディーナにあるマルタ大司教座と等しく著名になった。純聖堂の名は、イムディーナの大司教に対する二重の役割について言及している。 1820年代、イムディーナの大司教は、聖ヨハネ聖堂に、マルタ大司教座とは別の司教座としての利用を許可した。現在、マルタ大司教座の下には、ご祖司教座一つしかない。そのために、準司教座と名乗るようになった。現在、聖ヨハネ準司教座聖堂の建っている土地は、マルタ政府の所有となっている。準司教座聖堂と内部にある博物館の保存は、 聖ヨハネ巡視教座聖堂協会へ委託されている。ありがとうございます。